オッケどうぞ。ありがとうございます。はい。では恒例の懐かしい。まあいいでしょう。はい、よくできました。じゃあ恒例の、はい、ちょっとノートを取ってきてください。あ、その間にこちらこれですね。この子供たちが飲んでいたレベルアップ。これはね、子供たちがね、プロテイン欲しいって言い出したんですよ。あのね、前の動画で出たと思うんですけど、私がプロテイン飲んでて、子供たちが、私も自分専用のプロテインみたいな、まあとりあえずそういう、朝食欲がない時とか、うわ、寝坊したとかいう日に、こういうなんかお腹に、バババって飲んで、パッてお腹に溜まるものが欲しいって言ったんで、ちょっと私はこちらを選んでみました。これ結構良かったんで、なんかおすすめ。なんかね、結構大人用のそのガチガチのプロテインは、やっぱ、タンパク質メインで、あんまりこのね、3姉妹の年齢に適してないというか、10代の子にはあんまりこう適してないかなってずっと思ってて、まあ大人用のはあんまり飲まへん方がいいよって言ってて。で、ずっと子供用のを探してたんですけど、なんかこういうプロテインとかサプリみたいなもんでプラスアルファになるようなもんずっと探してたんですけど、まあ子供たちがね、プラスアルファで、栄養取れるもんを自発的に欲しいっていうのはめっちゃいいことやと思ったんで、止めたくなかったんでね、ずっとね、まあ、探してたんですけど、レベルアップっていうね、やつがめっちゃ良かって、プロテイン感覚で飲めるし、牛乳とね、混ぜたり、豆乳と混ぜたりして飲むだけなんで、めっちゃ子供でも簡単に作れるなと思って。で、これはね、栄養素とかね、もちろんその中のね、成分とかも見たんですけど、もうスポーツしてる子はもちろん、できれば、私的には15、6歳までの成長期のお子さんとか、お孫さんに飲んでほしいなと思うんですけど、大体ね、夕方、まあ、そうやな、5時過ぎたらもうお腹空いたとか言い出すんですけど、いつも晩ご飯の時間が6時半とか7時なんで、何か食べさすにはね、ちょっと晩ご飯に影響するなって思うんで、まあそういった意味でも、これ牛乳とか豆乳やったらね、水分なんで、まあ晩ご飯に影響ないから、これやったらええなって思ってたんですけど、まあ正直ほんまにいろんな会社さんのいろんなん取り寄せて、いろんなん試して飲んでもらったんですけど、3姉妹全員これがいいって言って、このレベルアップですね、がいいって。で、まあ味の好みがね、分かれちゃったんで、できれば全員一緒が良かったんですけど、まあ主に長女と三女がチョコ味、ココアですかね。で、次女はバナナ味。で、たまーに長女がチョコチョコイチゴ味飲んだり、平日のね、朝とかはね、これとパンって済ます時とかめっちゃあって、栄養補助食品なんでね、まあ、罪悪感がめっちゃ減りますね、とにかく。パンとこれみたいな。もう栄養たっぷりなんで、学校帰りとか部活帰りは自分から飲んでくれるんで、まあ、部活帰りは主にね、飲むって感じだね。で、これすごいと思ったんが、成長期に必要な1日のカルシウムのうちの 99.6% も1日取れるらしい。で、まあ、あとはね、こうやって、自分の、なんやろ、学校の宿題とかとは別に自分の趣味の勉強とかしはるんで、
やっぱね、頭使うとね、栄養も使ってるじゃないですか。粉末なんで賞味期限長いんですよ。だから、もう棚に置いとくだけでいいんで、三姉妹でも手軽に作れるやつですね。しかも今やったら、定期コースで初回限定で、解約のね、約束もなかったんですよ。で、980円で買えたんで、5月ですけど今。現時点で解約の約束なしで980円やったんで、それね、私が買った、購入先、概要欄かな、コメント欄かな、貼っとくんでよかったら見てみてください。三姉妹たちの好みの味が分かったんで、ね、せっかく買ったのに美味しくないとか、これ飲めへんとかやったら嫌やったんで、まあよかったね。とにかくね、親として子供には最善を尽くしてあげたいと思ってるんで、まあ試してみたんですけど、まあ今のところこれに落ち着いてますね。もう2ヶ月以上は飲んでんな。頑張れ。かけた。よし。持ってきたわ。じゃん。一番減りがね、早いのはね、前回ココアが早かったんですよね。あ、今回もココアが一番減り早いわ。なんで？バナナも美味しいけどね。ココアが一番減ってるね。あ、そっか。長女やもんね。長女、やろうか。あ、すごい！ミントやってんの？すごい。今ね、そう、今っていうかもう、ここどれぐらい？ここ数ヶ月？そう。もっと？ 1 年ぐらいです。あ、ごめん。怒られた。1年ぐらい？なんかね、こういう、韓国語をね、勉強してはるんですけど、見えますかね。なんか、K-POP が好きで始まって、私も K-POP 好きで、多分、同じコリアタウンとか楽しんでるんですけど、そっからハングルに興味始め、そっからね、ハングルに興味出始めて、学校の宿題が終わった後とか、学校の勉強終わった後に、こうやって自分の趣味の勉強してはるんですけど、いつもね、なんかね、クイズ出すんですよ。で、それに韓国語で答えてもらうみたいな。トイレ！ごちそうさま。美味しい。ありがとう。私は日本人です。イルボンサラミエル。え？なんで？イルボンサラミエル。正解かどうかもわからへんわ。文字とかね、書けるようになってきてんね。てか書けるね。え、韓国、私なんか長女から初めて聞いて知ったんですけど、韓国語ってなんか伸ばし棒ないらしい。ね。でしょ？コーヒーとか言うやん、日本やったら。韓国語やったら。コピー。コピー。コピー。でも、ないけど、文字として。ああ、文字としてはないけど、言葉としては言ったりする。へえ。あ、すごい。じゃあちょっと適当に。エリ。カオ。カオ？うん。へえ。マリナ。マリナ。マリナ？夏木。夏木。ゆい。わあ。いたしてあげろ、これ。貸して。行くで。ででんでん。1から5まで、どうぞ。いるいい寒さ、おう、ゆくちるパルプシプ。すよん。はじめまして。ちょむくけすみだ。夫婦が相手に対して、あなたっていうのは？やばあ。では引き続き頑張って。